本日は264回目のチームエコワーク雪国舞茸グリーンアクション in 大原運動公園です。はい、今日はこちらでですね、参加者の皆さんと一緒にウッドチップを敷いて、そして食事を頑張りたいと思います。ウッドチップ万歳。で、去年も食事をさせていただきました。森、木を植えるということは本当に今自然災害が多くなっている中で大切なことだなというふうにまた感じております。チラリと空はあの日と変わらず何気なく微かな勇気をくれるよ。もういっそもういっちょ手を広げてちぐはぐな熱き思いも拙い言葉。雪国舞茸の森、とっても綺麗な遊歩道になったんじゃないでしょうか。ぜひこれからも綺麗な公園皆さんで保っていきましょう。次回のエコワークは7月29日土曜日に佐渡市で開催です。詳しくは UX のホームページでご確認ください。皆さんからのご参加お待ちしてます。